国鉄時代の客車列車の一例級型客車と呼ばれる荷物車を含む主々の車両で編成された宗谷本線の普通列車。客車とは主に旅客を輸送するために用いられる鉄道車両である。座席車と寝台車を中心とするが、展望車、食堂車、荷物車、郵便車なども構造的には共通であり、 旅客車と一体での運用も多いことから、これらも客車に分類される。競技では、機関車などにより牽引される、無動力の旅客車両を指す。電車や、機動車とは区別される。本校では、競技の客車について記す。同じく機関車に牽引される車両の中でも、貨物を運ぶ車両は、貨車といい、客車とは区別される。日本の国鉄の場合、 過去には、鉄道車両を客車と貨車に対別していた。客車には、客車、電車、軌道車を含んでいたが、1956年2月の、車両を称号規定改正で、抗義の大分類を、旅客車と改めた。従ってそれ以後は、客車とは自ら運転用の動力を持たない、旅客車のみを指すことになった。また、軌道や、河川の検査、 測定を行う食用車や救援車配給車などの事業用車にも客車に分類されるものがある。いずれもプラットフォームの低い線区で運転されることが多く、それに合わせたドアステップがついている車両が多い。鉄道の黎明期においては旅客輸送は機関車が客車を経営する方式から始まり、その後自ら動力を持つ電車。 機動車の出現後も長く旅客輸送の中心的役割を占めてきた。しかし特に日本においては下記のような特徴の比較により動力分散方式が有利とみなされるようになってきて客車の数は減少の一途をたどった。しかし世界的にはその状況は大きく異なっている。動力分散方式との比較では以下のようになる。 動力集中方式長所と短所も参照。比較的最近の日本の客車列車の位置レーサービス電源の引き通し線や大荷重式、自動空気ブレーキを持つ固定編成用車両を用いた、寝台特急北斗星ただし、これらの長所は、電車や機動車の性能の向上などに伴い、相対的に減少しつつある。 日本では1960年から実施された動力近代化計画によって客車列車の淘汰が行われ1975年以降は組合側の反対などによって一時中断されたものの1986年11月のダイヤ改正でに鉄道による郵便荷物輸送が廃止されたことなどから残存していた定期客車列車は民営化以降に少数の寝台列車を除き 電車や、機動車に置き換えられて、姿を消した。JR 旅客5社及び私鉄での客車による、定期普通列車は、車両限界などの特殊な事情を持つ、大井川鉄道井川線、黒部峡谷鉄道と、蒸気機関車及び一般系客車の動体保存のため、ほぼ定期運転を行っている、大井川鉄道大井川鉄道大井川本線の、 蒸気機関車牽引列車を除いて消滅した。なお、日本国内での国鉄型車両、国鉄型禁煙車両によって運行される、定期普通客車列車としては、国鉄14系客車を使用して運行され、2006年3月に運行を終了した、たるみ鉄道の定期列車が最後となっている。また季節限定であるが、津軽鉄道では客車を3両保有しており、 ダルマストーブ特徴のストーブ列車として、冬季運転がある。また、他に、定期的に運行している、観光用列車として、平成築法鉄道文字港レトロ観光線佐賀の観光鉄道佐賀の観光線などの、トロッコ列車や伊予鉄道の坊ちゃん列車などの例がある。また、新台車をはじめ現存する客車についても、1999年に、 JR 東日本がカッシオペアに使用するために製造した E26 系客車や2013年に JR 九州が7つ母子イン九州に使用するために製造した77系客車。新大社以外では2017年に JR 西日本が SL 山口号に使用するために製造した35系客車4000番台を除いては 製造後30年以上が経過しており、旅客数の低下と老朽化が進行しているため、運転本数は減少傾向にある。なお、2016年3月26日のダイヤ改正で、急行、浜ナスが廃止されたため、JR 線における定期客車列車は全廃された。2020年現在では上述の黒部峡谷鉄道、大井川鉄道のほかは、 SL の運転といったイベント時に運転する観光列車用にごく少数の車両が残るのみである。一方、欧米など海外では大都市近郊の地下鉄や通勤路線以外はほとんど客車列車で運行されている。また、自前で機関車を保有している事業者においては車両の購入費や維持費の面で機動車よりも有利なため、 人件費の比較的安価な発展途上国では、通勤路線でも、客車列車を使っている場合が多く、日本からも廃車になった車齢の若い車両が、輸出や、無償提供されている。歴史については、鉄道車両の歴史初期の客車と貨車を呼び、鉄道車両の歴史客車の発展も参照。オーストリア連邦鉄道の客車列車。 最後部が機関車であり、最前部の運転台で制御する、プッシュプル方式オリエント急行のバーカー。欧州各国の鉄道では、客車は依然として、幅広く使われているものの、21世紀に入ってから、量数を減らしている。欧州の場合、周辺国と地続きであるため鉄道についても、複数の国々にまたがったネットワークが構築されている。しかし、 国ごとに電化方式、伏線区間の通行方向、車体寸法、機関、保安装置などがまちまちであるため、国ごとに機関車を付け替えることができる、客車方式が長年にわたって主流となっていた。近年では、大都市内やその近郊において、通勤の利便性を高めるため、日本国内と同様に、電車、機動車などの動力分散方式への移行が行われ、 通勤系客車列車は少なくなりつつあり、ローカル線でも合理化の一環として、低床式の新型機動車への置き換えが進んでいる。また、高速鉄道においても、動力分散方式への移行との理由により、客車が活躍する部隊は縮小している。例外的に複数の国をまたぐ、国際長距離列車については前述の理由により、未だに客車が主流である。 日本の客車のような固定編成客車は少なく、一両単位で運用することが多い。専用の電源車を持つことは少なく、ほとんどの場合電源は機関車から供給されるか、車軸発電機による給電である。日本ではあまり一般的ではないが、運転台付けの客車を最後尾に連結し、 客車側運転台からの遠隔操作により、機関車が客車を押すような運転方法も一般的である。また TGV やタリスなどの高速列車では、客車に運転台を設けるのではなく、列車の前後に機関車を取り付け、運転時は前後の機関車を同調させる例もある。これらの方法により、駅での方向転換の際、機関車の付け替えを省略することができる。 国際列車を運転する観点から、欧州大陸の客車には、国際列車用の規格である、UIC 規格が存在する。また、国内用ではあるが、ダブルデッカーも数多く使用されている。欧州大陸の客車のサイズは、車体長は、日本の客車よりも大型で26.4メートル、あるいは24.5メートルのものが大多数である。しかし車体幅や高さは、 日本の客車とそれほど変わらない。東南アジア各国では、たくさんの客車が活躍しており、電源車を含んだユニット編成の車両や、機動車、電車の機関、電装品を解除した車両、一両単位で構成が可能な車両など種類は、様々である。同地域へは、長い間日本から新車もしくは不要になった、鉄道車両が輸出されているが、その中には、 多くの客車も含まれており、中古で輸出された客車には、使用先の機関に合うように車軸を改造した上で、使われている車両も存在する。鉄道ピクトリアル785号ピアニッシも10から12。動力の種類によって、動力車操縦者の免許、整備資格、配置区が異なる。客車列車の電車、機動車化など動力方式の切り替えや新型車の、 導入のたび、リストラを推進したい本社や各鉄道管理局と、それによって雇用が脅かされるとする労働組合が対立し、折衝に多大な時間と労力を要するようになっていた。ありがとうございます。